成功利者成功利者は、アイスホッケーやフィギュアスケートなどの競技で使用するリンクに貼られた、氷の表面を滑らかにするための特殊な車両である。元は1949年に、アメリカ合衆国ユタ州で生まれたフランク・ザンボニーが、発明したとされる。成功利者の製造メーカーは、複数あるが、中でもザンボニー社が大きな成功を収めたことから、同社の登録商標である。 ザンボニが寛容的に成功利者全般を表す普通名詞として使われることも多い。アイスホッケーやフィギュアスケートなど氷上の競技においてスケートの葉によってリンクの氷表面にくぼみや溝ができることはやむを得ないことであるがこれを放置すると競技中の事故などにつながりやすい。そこでリンク表面を整備する必要があり成功利者が考案された。 性交理者が登場する前に行われていたリンク整備の手法は全て人力によって、まずスクレーパーで表面を描き、その後ホースで水をまくといったものであったが、この作業には大変な労力と時間を要した。ザンボニーの発明した性交理者は氷表面の整備作業のスピードと質に大きな改善をもたらすとともに、氷上スポーツの人気工場にも貢献したと評価される。 性氷離者において最も重要な部分はコンディショナーと呼ばれる車両後部で牽引される大きな装置である。工業用のペーパーカッターに類似した大きく極めて鋭利な刃で氷の表面を削り、刃の全部にあるオーガーと呼ばれる螺旋状をした部分で氷の削りカスをコンディショナーの中央部に集約し、そこで垂直に据え付けられた2番目のオーガーが、 集められた削りカスを拾い上げる仕組みとなっている。一方、葉の後方部では、コンディショナーの端に取り付けられたノズルから氷に向けて、水がスプレー状に噴射される。この水はどちらかの端にあるランナーによって、コンディショナーの内部に蓄えられるようになっており、車両後部もしくはコンディショナーに取り付けられたゴム製の板で水のついた氷表面を拭ってから、 バキュームノズルで吸引され、フィルターを通した後に再利用される。この洗浄過程によって、氷の表面に固着した不純物は取り除かれる。コンディショナーの最後尾には、スプリンクラーパイプとクロスモップが装着されており、スプリンクラーからの酸水によって残った溝を埋め、新たな氷の表面が形成される。通常の場合、酸水には、摂氏約60度から63度の温水が、 用いられるが、これは、荒れた氷の上層面を溶かして滑らかにするためである。性氷車の残された構造は、コンディショナーの働きを助けるために機能している。エンジンまたは、電気モーターにより、車両自体の推進力と液圧力を得る。メインタンクには、新しい氷を作るための正常な水が入れられる。一方、洗浄タンクにはオプションで洗浄を行う場合に、 使用する水が蓄えられる。さらに、汚水タンクには、オーガーで集めた氷の削りカスが貯留される。コンディショナーおよび汚水タンクは、油圧リフトで上下稼働し、オーガーは油圧モーターで駆動する。また、性氷理者の多くは、その左側面に、油圧モーター駆動で回転し、伸縮するアームのついた、ボードブラシを備えている。このブラシは、 リンクの周囲を囲むボード沿いに溜まった氷のかけらが、性氷のため散水された水で塊となる前に、そのかけらをコンディショナーの中に吐き集める役割を持つ。このボードブラシによって、リンクの円を削る手間が劇的に減ったとされる。性氷車者には多くのスタイルがあり、またリンクの規模に応じた様々なサイズのものが製造されている。プロアイスホッケーリーグ NHL において、 成功利者が普及し始めたのは、発明から間もない1950年代初頭とされている。1990年代初めには、ゲームにおけるピリオド間の2つのインターバルにおいて、観客を楽しませるため、リンク上で様々な趣向を凝らすことが奨励されるようになったことから、NHL では、リンク整備にかける時間を短縮させるために、各チームに2台の成功利者を使用することを義務付ける。 ルールが作られた。犬のスヌーピーなどが登場する漫画のピーナッツには作者のチャールズ・エム・シュルツがアイスホッケー愛好家だったせいか、しばしば、そして無意味に成功者が登場する。通常、スヌーピーが成功者を運転するが、小鳥のウッドストックも自らの水浴び場専用の小型成功者を持っている。さらにスヌーピーは1991年に 世界一のザンボニードライバーとして、ザンボニー社から表彰されている。このようなことから、成功者の実物を見たことのないものであっても、ザンボニーの名称に親しみを覚える者も,もいる。また、2009年に発売されたゲームの、プランツ VS ゾンビーズでは、敵ユニットとして、ゾンボニーという名前の成功者が登場する。リンクで、周囲のボード沿いに削れた氷が幅広く、 固着してしまい、成功利者の刃が届かない部分がどうしてもできてしまう。これを解決するための装置として、アイスエッチャーがある。これは、回転式研磨機のようなもので、1インチ程度の深さまで固着した氷を削り取って成功利者が、リンクの円まで表面を平らにできるようにするための装置である。ありがとうございます。